第2コリント11章21節より30節言うのも恥ずかしいことですが私たちの態度は弱すぎたのです誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら愚か者になったつもりで言いますが私もあえて誇ろう彼らはヘブライ人なのか私もそうですイスラエル人なのか私もそうですアブラハムの子孫なのか私もそうです キリストに使えるものなのか気が変になったように言いますが私は彼ら以上にそうなのです苦労したことはずっと多く投獄されたこともずっと多く鞭打たれたことは比較できないほど多く死ぬような目に遭ったこともたびたびでしたユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度鞭で打たれたことが3度 石を投げつけられたことが一度難戦したことが三度一昼や海上に漂ったこともありましたしばしば旅をし川の難盗賊の難同胞からの難異邦人からの難町での難荒れのでの難海上の難偽の兄弟たちからの難に会い苦労し骨折って しばしば眠らずに過ごし、上え乾き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このほかにもまだあるが、その上に、日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は、 弱ららないでいででれるでしょうか誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょうおはようございます収容、えー、会から戻りましたのでまずはその報告を少ししていきましょう。えー、今年で 84回目の北米ホリネス教団。まあ私の所属する教団の修養会ですね。えー、北米ホリネス教団は日系の、まあ、キリスト教会。で、もう第二次世界大戦の前からあって、この修養会自体も、えー、その第二次世界大戦の前ですよね。84回だからね。歴史ある修養会です。そしてそれは、 日系の移民の歴史。まあ日系のキリスト教会ですけれどももちろんね、日系の移民の歴史ともオーバーラップします。結局戦前からですからね。で、間がなくなるんですね。それはなぜか収容所に入ったあの大戦の時がある。まあそれらも含めてその歴史がある。日本語での収容会っていうのはその当時のアメリカで大変に意味深かった。 普段は会うことができない、まあ、あのマイノリティですね、の日本語のクリスチャンです。えー、日本人の中でも日本語のクリスチャンが、まあ、あのちょうどね、だいたい多分前からそうかな、ちょっとわかんないんですが、あの今は独立記念日の,あのインデペンデンの週に、まあ、それぞれが休暇をわざわざ取って集まって、 てきた重要なイベント,イイベントですね多分最初の日系の移民はいろいろなお仕事をついていたと思います。えー、自分でこう畑を作ったりお花を作ったりいちごを作ったりそういう中でやはり休みを取るのはとても大変なことだからわざとここで休みを取るっていうのはすごいことだったんだと思います。でそれが 八十四回続いているっていうことは、考えてみたら、もうすごいことなんですね。でまあ、のこの歴史を作ってきた、えー、その八十四年前の方はもちろんいらっしゃらないんだけれども、歴史を作ってきた。高齢の方々の出席者っていうのは、本当に毎年減ってきています。だんだん参加できなくなって、まあ、それでも、それでも、今回も。 カリフォルニアのその州内から北から南からそしてハワイからアリゾナから通村も参加してました子どもを含めて約200名ぐらいが集まってサンタババ・バーバラというところですね、えー、ミッション系の,あのドミトリーの寮のある学校ですウエストモント大学とてもいいところにあるんですが、まあ、そこに集まっています。 でまあ、私も私たちも1997年から参加なのでもう2 4回途中ねちょっとあの病気で休んだ時があったんであの25回ぐらいは参加してんのかなでまあ私自身はもう引退牧師の立場なんでもう役割お仕事はないんですね、えー、ゆっくりと参加をしました。ただ、えー、1日、ね、午後の自由時間に まあ、メイン会場場でではない場所ですえ。ちょうどね寮のラウンジがあるんですけれどもねなかなかちょうどいい広さのラウンジリビングよりもちょっと大きなそこで、えー、窓際にはカウチが並んでいてそこに、えー、皆さん並びいろんなサイズの椅子をまた並べ、えー、椅子がなければあ下に座ってくださった方もいましたけれども、まあ、そこで まあ、ホーーームココンンササトトみたたいにねミニコンサートを開きましたマイクとか PA もなし、えー、そしてウクレレ1本だけキーボードも何もなし、えー、ウクレレだけの伴奏なんですが皆さんと、まあ、オーソドックスな、えー、賛美歌を歌いそして、まあ、千恵子の、えー、ソロも聴いていただいてなかなかね あのソロもあの目の前でこう歌うっていうことはえ少ないんですけれどもまあそんなふうに皆さんに聞いていただいてもともとは少人数の予定だったんですけれどもあの口コミでね来れる方はって言ってたらば口コミが随分広がりましてえ想定よりも多くの方がまあ集まって皆さん喜んでくださいました。何人人かの人はね この会会に来たたがありましたこれがあってよかったって言ってくれたんで一人じゃなかったんでねまあ多分そういう感想があったんだなでそれはあの多分ですね私たちが何かしたっていうよりも一緒に歌いたい一緒に歌ういや一緒に歌ってるんですけれどもあのメインの会場で歌う歌と違って本当にこう。 リビングでこうやって一緒に賛美するようなその賛美がしたいんだなっていうことをまあ痛感をしましたので来年もって言われましたけどちょっと来年どうなるか分かんないですできれば来年もですね。そして集会の後の日曜日えロサンゼルスのえーガーデナーバレーガーデナーですね日系人の多い地域ですけれどもゴスペル・ベンチャー・インターナショナル協会 えー、ジビックと略してますがその礼拝でご奉仕をしました、えー、ちょっと YouTube で見てくださった方もあるかもしれませんけれども私たちの選挙報告セラプレイズの選挙報告とともに、まあ、礼拝の全てを、えー、全部させていただきました、えー、回収賛美も特別賛美も生産式もメッセージもうーんできることを何でもさせていただきました。 えー、さらにねあの即席でその場でですねあのウクレレのチームがあちらにあるんですけれども今リーダーがいないので、まあ、そのチームあのレッスンがするって言ったらいや礼拝で一緒にしましょう」えー、ということで即席で、えー、チームでね、あのー、賛美もしたり「えーまあ、セラプレイズ」を最初から応援してくださっているジビックへの感謝を込めて。 放することがでできたので報告をしますけれどもまあさすがにねあのその日の午後にもうフライトハワイに戻るフライトでしたのであ疲れました <laughs> え恵みえたくさんのスケジュールで、まあ、家に帰ればほっとしてちょうどね週の初めは休むことができましたし、えー、そして このようにね、恵みの報告をするということができるのはなんと幸いか。でもね、なんだかね、やはりこう自分を誇っちゃいけないというような感じがしましてえ、言葉を選ぶのにちょっと慎重になるんですけどもね、でもあったことをお伝えしています。決して自己宣伝ではないんですけれどもね、皆さんにこう事実をお伝えして、 ここんんなことがあったんです主の恵みをシェアするのも必要なことだな、えー、と思いますのでまずはそのご報告でした。で6月前回の最終の日曜のメッセージは「誇るものは主を誇れ」えー、でしたね。で主の恵みを誇る、えー、ということはまあ,あ 主を誇るととといいうここは良いことなんだ報告することは良いことだと思いましてねあのお話ししてますけれどもちょうどあの収容会で「イクイッパーズ・カンファレンス」というのがありましてねその案内の,あのこれ見えるのかなうーっと出ました「はいえー、v o r s t in Christ」って書いてあるね、えー、これがテーマで今年のイ、e、クイッパーズのテーマがねあなんだなんだイクイッパー・カンファレンスのテーマも。 この同じ「主を誇れ」っていうことなんか、えー、そうですね、えー、まあ今日の箇所も「主を誇る」とイコールだと思いますけれども自分の弱さを誇るということです。自分の弱さクリスチャンが大切にすべきことしっかりと使えるべ伝えるべきことは伝えるんだけれどもでもじそれは自分の弱さをまあ 込めて主を誇るのは自分の弱さを自覚して自分の弱さを誇ることであるまあ今日その内容でねお話をしたいと思うんですが今日の箇所ですまずは21節言うのも恥ずかしいことですがと恥ずかしく言えば言わなきゃいいんですがそんなことではなくて言うのも恥ずかしいのですが私たちの態度は弱すぎたのです これ何かといえば10章では結局誇るものは主を誇れとそこから続いたこの11章の読まなかったね一節から二十節の箇所ここにねコリント教会の様子とそれにまあ対応するパウロのたちの態度の反省といったらいいでしょうかね何を反省しているのかっていうとコリント教会に入り込んできた 結局パウロたちを非難する偽使徒そして自分のことを誇るやつらねやつらって言っちゃいけない自分のことを誇る自己推薦俺が一番っていうようなそういう人たちの言葉がコリント教会にたくさん影響を与えている始めているこれは大変だということから書いてるんですね。で 自分を誇るって言った時にどうでしょうかね私これもできてあれもできてこれもできてで一般的にはもちろん自分を誇るのはそうだけれどもそれは比べっ子になります他の人たちを低く貶める時自分を誇ったと思えるわけですねでそういう時って人って不思議なんだけれども不思議なほどに上手に事実を 歪めて人のことを貶めるコリント教会を導いたパウロたちのことを、まあ、キリスト直系の人ではないという偽の人たちはそういうふうに言うんですね。で自分こそ自分こそ自分こそ人だぞ、えー、ユダヤ人でしょうね、えー。そしてキリスト信じてるんでしょうね。 そしてもしかするとエルサレムから来たのかイスラエルから来たのかその中で自分のことが本当に人だっていうような人たちがいた。でパウロたちはコリント教会への宣教の,のためにはね自分のお金を使ってなかったんだけれども お金のことを問題にする。よくあるんですけれどもね、教会でね、やはりお金のこと、経済的なことっていうのは問題になって、まさにそのように、パウロは何にも負担をかけていないのに、お金のことを問題視する。パウロたちを貶める話、これをこう、ちょっとでも、 話し出すとそれを大きく大きく膨らませて拡散して自分が自分がと自分を誇るようになりますそしてその影響がかなり出てきたでしょうかねあのちょっとした小さな腐れでも大きくなっていくようにでこういう人たちは表面的にはキリストの主を装ってるんですがもうその影響っていうのはひどい。 まるでサタンが光の天使を装うように間違った教えをコリント教会にこう広めていますそして、えー、許してしまっているコリント教会への忠告としてパウロはここで自分を弁明しますそれなので、まあ、自分を誇るという言い方をするんですが誰かが何かのことであえて誇ろうとするならば 愚か者になったたつももりで自分たちも言います私もあえて誇ろうパウロはまあコリント教会の自主性や判断力にもともとは期待していたんだけれどもでもそうじゃなくて影響があるなので私たちの態度は弱すぎたんだとパウロは反省をしてまた反論を始めるわけです。 誰かがっていう偽の使と自己推薦する自分を誇る。それは愚か者であるその人たちにパウロはあえて自分を誇る。それは偽りない事実として自分を誇る。パウロの使命は福音を伝えて救われるものが起こされて、教会ができて、その教会があればこそ そのの信仰の歩みができるあのクリスチャンっていうのは信じたらもちろんねキリストを信じたらクリスチャンですでも一人きりではその信仰の歩みはできなくて必ず教会がやはりあるんです。教会に問題もありますけれどでもその中でその問題を解決しながら私たちは教会生活っていうのがあって信仰の歩みができるんです。 だからパウロは一生懸命ここでね、教会にお話をします。優しさだけではダメで、謙遜に自分を誇らないっていうことではなくて、その時に語るべきことがある。私たちの態度は弱すぎた。というパウロは、まあ反省というかね、これから反論をしていきます。私たちは弱すぎた。その自覚から私もあえて誇ろうっていうふうに、 次のようにこう語り出しますけれどもその内容です22節からこれは自分を誇ってるっていうよりも事実ですね彼らはヘブライ人なのか私もそうですイスラエル人なのか私もそうですアブラハムの子孫なのか私もそうですパウロがユダヤ人であるっていうことにまでまあ難癖をつけたわけですね。偽りを言い そししてさらにはひどい言言葉を言ったんでしょうね。それからまたパウロはキリストに仕えるものなのか人なのかあなた方はつまりパウロはあじゃないよこれはごめんなさい反対の言い方しちゃったねキリストに仕えるものなのかと彼らが言ってるからいや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 ,いや気が変になったように言いますかってパウロはもう気が変になったように言っちゃうんです。 もう狂ったようにいや違う強い口調です。私は彼ら以上にキリストに仕える人なんです。その使命を持っています。そうしています。こう断言します。そしてその後も随分と続くんですがね23節から27節までキリストに仕えたゆえに受けた苦しみ苦労投獄 そして、むち打ちであったり、死ぬような目にあったっていうことがリストアップされます。まあ、パウロの弱さっていうか、自分の弱さというか、えー、全部読まなくてもいいんですが、読みますえー。24節ユダヤ人から4に1つ足りない。無知を受けたことが5度。 25節では、ち打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。なんかすごく回数をはっきりと書いています。事実だ。細かく書いてその事実を伝えたいわけですね。数えていたんですね、パウロはね。こんなこともこんなこと。でも、今まで言わなかったの、ここで。まあ 言っていると思いますそしてまだまだ続くまだまだ続きます26節しばしば旅をたくさん旅をしました川の難盗賊の難同胞の難仲間から痛められてそしてまた違法人え他の人種から痛められ町での難荒れのでの難会場の難偽りの兄弟たちからの難に会います。 27節苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、上乾き、しばしば食う、食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。全部事実、随分とか、こんなに書かなくてもいいのにね。でも、パウロはこれを言ってます。これは、パウロの身に起こった事実です。さらに、この28節からのところは、この他にもまだあるが、その上に、 その上に日々私に迫る厄介事あらゆる教会についての心配事がありますっていうのはまあの個人的なことだけではなくて教会に関わることえ人と人との関わりの中で自分の問題ではない厄介事があってだからパウロは教会を愛すればこそパウロにとってはそれが 痛みですね。そしてパウロのそれは弱さとなっています。29節では誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか？今回の収容会であの私はね。もうさっきも言いましたけど、引退牧師なのでえ立場なので役割分担っていうのがなくてえ恵みを満喫しました。けれどもね。 えー、若い先生たち現役の先生たちが一生懸命にその収容会を運営しています数少ない牧師たちでそれをやるっていうのはすごい大変なんだけれども,もうそれをやっています多分北米ホーリネス教団はどの他のまの教団よりも若い世代の牧師たちがこう揃っていて頑張っている恵まれた教団だと思います。で誰も、ね、表面的には 弱音を吐いていてません言いませんね弱さをっていうかねあまり言いません。でもこうお話を若い牧師としてて短い会話の中でそしてその様子から自分の牧する教会のなんかちょっと苦労話というかね大変なこともやはり私にはこう見えてきますね垣間見えてきます。で自分のの教会のこと 自分の家族のこと誰かが弱ってるっていうのはすごいつらい弱さになるというか耐え難いことですね。で現実にあの私たちの教団のことではないんですがもうアメリカの教会日本の教会全てそうだと思いますが牧師の、まあ、離職率っていうんでしょうか辞めてしまう確率っていうのは非常に高いんですね。でまさにここにあるように。 私は弱らないでいられるでしょうか誰かが弱っている時誰かがつまずくならば私が心を燃やさないでいられるでしょうか心こ,れここにある心を燃やすっていうのは心を激しく痛めている様子です。こうやって頑張ってねあの心を燃やすんじゃなくて心を痛めている燃やしている 費やしている多くの牧師が教会の人間関係そして信仰のつまずきなどでバーンアウト心が燃え尽きてしまうというのもこれも現実です外から受けるもので弱くされる自分でコントロールできないことで弱くされる自分の内側から出るもので弱くされる。 肉体的な弱さもあるでしょう。それらは誇ることのできない弱さ。私たちは多くの弱さを抱えて生きている。それは現実です。できるなら、そんな弱さを出すよりも、本当はね、俺は偉いぞ <laughs>、えー。自分を誇って、自分を推薦して強く生きたいのが人間でしょうね。 で自分の弱さをさらけ出すことができないのが、まあ、人間だと思います。しかし30節誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょう」とパウロは言います。「誇る者は主を誇れ」というのは自分の弱さを誇ることと言っていいでしょうね。自分の弱さを受け入れて その弱さに働く主が働いてくださるその主を誇ること弱さのゆえに主が働いてくださるその主を誇る今回の収容会で LA に住んでいますクリスチャン・シンガーエイジアン小坂亜美っていうねこれ日本でデビューしているシンガーですけれどもメインゲスト。 で彼女のお父さん彼女のお父さんというのはねあの、まあ、クリスチャン音楽ミュージックの草分けと言っていいと思います。えー、日本のそしてそのクリスチャンになる前には日本のロックとかポップスのレジェンドでした、えー、小坂忠というんですけどもね。あのー かなり2の方にしかわかんないし、私ぐらいの年代より上の方でしょうかね。エイプリルフールっていうバンド、もう伝説のバンドです。で、ロックミュージカルがその当時日本に入ってヘアーというのが、これはあの多分、あの欧米で流行ったものが日本に入ったロックミュージカルですそのオーディションでえまあ、抜擢された。小坂中そして。 ティンパンパアレーっていうグループもあったんですがこれはねあの細野晴臣というイエローマジックオーケストラの細野晴臣、えー、ギタリストの鈴木茂ドラマーの林達夫全部レジェンドですねそしてユーミンのご主人でキーボードのアレンジャープロデューサーの松任谷正隆というそのグループティンパンアレー。彼らが仲間なんで小坂中のソロアルバムも作ったという。えー 並べるといっぱい入りすぎてねその小坂中の娘が一人娘が小坂アミですで、まあ私は小坂中とはクリスチャンになってすぐに、えー、活動を一緒にしましたクリスチャン音楽の演奏とか制作を一緒にしましたですから娘さんの小坂アミエイジア、えー、の子供の頃よく知ってましてね、えー、なかなかシャイな子でね えー、あんんまり目の前に出てこなかったんだけどもでも、えー、彼女は留学をしてアメリカに留学をしてそしてアメリカで生活をしてそしてシンガーになってまるでね小坂中と同じ歌い方をロックシンガーというかねポップシンガー、えー、もうに日本人と思えないこう歌い方をするのが小坂中だったんだけれどもそう同じ姿で彼女が歌ってるのに。 実は今回も感動しましまた彼女は、えー、私ががんになってねそしてあの「せいれ霊の風」が CD を作ってその、えー、発表するロサンゼルスでのコンサートの時にはすぐに楽屋に訪ねて来てくれました。でその後何年も経って2017年に小坂忠さんお父さんが「 やはり私と同じように腸、ね、のです S 字血腸のがん,のがんステージ4なのでもう末期の状態でした。そしてそれだけじゃなくて胃がんもありだいぶ悪いところがあってそれを手術してもう簡単ではなかったんですがまあでもその後奇跡的な回復で、えー、彼はその後数年間歌い続けたんですけれどもね えー、が分かかってて手術をしてから5年後になります2022年に亡くなりました、えー、一人娘の亜美にとっては亜美ちゃんですねどれほどの痛みだったか、まあ、それだけでなくてその後ですにあ小坂忠が亡くなる前ですね2020年にアーミーの娘です2人娘さんがいるんだけれども 次女のスカイちゃんが、えー、あれまだどのくらい高校生になるかならないか中学生ぐらいねまだ年若いスカイちゃんが、えー、ナットガンっていってね NUT というかくがんなんですけれどもこれはあのもう治療が方法がないと言われてるガンなんですね。まあ、そので治療 と言ってももないんだけれどもそれでもあの東海岸の病院に行ってあの今開発中の何て言うんですかねえ薬をやってみてでも駄目で大変な治療をしてそして亡くなりました。で年若い娘の苦しみをね見てそしている母の痛み 彼は小坂中の娘でもあるけれどもお母さんの網でもあるんですね。で母の痛みがどれほどだったかどれほどの時間が多分経過しても辛さはもう記憶にある辛さがある思い出すのも辛い彼女の一番の弱さだと思いますね。お父さんも 失ったこともそうですし娘さんを失ったこともしかし今回のコンサートで歌とともにこれらのことをまあ明かししてくれました話してくれましたもう想像するだけでも聞くのがつらい内容なんですねそれでも彼女は歌と共にその事実を語ってそして主を讃え主を誇りました。 まさに弱さを誇ることが主を誇ることエイジア小坂あミは今年の,あのハワイのね心に光をクリスマスのメインゲストですそして私たちセラプレイズのこの礼拝もねあの特別にメッセージを残していってくれる予定ですのでまた直接のその声を聞くことができますまさに彼女が自分の弱さを誇り 主を誇り賛美を捧げます誇る者は主を誇れ私たちは自分の弱さを認めて受け入れて自分の弱さを誇りますそれが私たちがすべきことです主の祝福がありますように God bless you 祈りましょう天の父なる神様今日もこのリビングとオンラインでの礼拝を感謝します ハワイだけでなく同じ時間に礼拝を捧げる皆さんを祝福します。また YouTube やラジオの配信を通し礼拝を共有される皆さんにも主の祝福がありますように私たちには自分の弱さを認めたくない自分の罪を認めたくない他人を引き下げて自分を正当化して自分を推薦するような 残念な心もありますだからこそ誇る者は主を誇れ私たちは自分の弱さを認め自分の弱さを受け入れますそして私たちは自分の弱さを誇ります主の守りがありますように God bless you 主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン Yeah. <laughs>